番グリッド最後尾からカーナンバー44番、さっき予選ミスタダ EWC レーシング最後尾からここまで追い上げてきましたバハラ・シュウ選手。さあ決勝ヒートぐんぐんいきましょう。さあ10番グリッドカーナンバー4番 RS ゲン長谷川拓磨選手。さあ以上が上位10台になります。じゃあ斉藤さんお願いします。はい、エンジンかけてください。さあ続いて11番グリッドカーナンバー9番ガレージ会と山平ゲイツ選手。12番グリッドカーナンバー10番アレンジ相田秀人選手。13番グリッドカーナンバー13番しましたカーナンバー34番ジャパンレーシング石井誠選手。14番グリッドカーナンバー20番 RS ゲン須保翔吾選手。15番グリッドカーナンバー25番 J ブラッドレーシングファクトリー中野裕二選手。16番グリッドカーナンバー28番アップスタート東堂久美選手。17番グリッドカーナンバー15番 RC リング高橋正美選手。18番グリッドカーナンバー11番シートフォレスト島根高直選手。19番グリッドカーナンバー46番カリソーレーシング山田元康選手。以上19台パンサークラス決勝ヒートまもなくスタートになります。さあ隊列が整ってゆったりとゆっくりと帰ってきました。若林選手この前に出た久々前に出たこうなると強さが光るぞ若林選手。さあトップはカーナンバー3番若林選手。かなちょっと1台ペースが上がらないカートがありますよ。さあ最終コーナー帰ってきたのはカーナンバー1番石崎選手。どうやらエンジンが吹けない模様だ。さあこのねシリーズランキングが非常にね拮抗するところ、上位にね石崎選手長谷川選手が決勝ヒートを決勝応援が今ちょっとね、何かトラブルに巻き込まれてしまったか非常に厳しい状況になっている。さあシリーズランキング3位の相田選手、相田選手は現在5番手を走行している。水争いが分からなくなってきた。そして今年は苦しんだ若林選手、若林選手が現在トップ。2番手にはやはり今年も苦しんだ吉川選手が2番手を走行している。さあ今年1年間で、ね、早かったドライバーたちがことごとくこの最終戦苦しんでいる模様だ。そして3番手には今日は勝って好きなものを食べると。吉野選手これはですね食欲パワーがあふれる3番手を走行中。やはりですね、まあ、長身のドライバーたちってこの体重を落とすっていうのは非常に苦しいんですよね。今日は行ってもやっぱり吉田の体重が軽い方が早いですから、吉野選手はこの、ね、1ヶ月、そして最後の1時間はずっと我慢をしてダイエットをして、そして現在3番手を走行しています。まあ、これは優勝をもちろん狙えるところ距離感で走っていますからね、非常に楽しみな展開ですよ。そして一つ上がれて4番手には山下浩二選手が来ています。カーナンバー6番の山下選手山下選手、相田選手、分かんないですね。で、石崎選手と長谷川選手が、今、ほぼほぼの最後尾の方になっちゃってますから、ポイントがない形になりますからね、これ、分からない。
いですね。後の日付が楽しみですね。この辺りのね、ペースを切り上げるのが非常にポイントかなと思います。さあ吉川選手に対して美濃選手3番手カーナンバー30番の美濃選手が追いついてきました。さあトップ若林選手はですね、1位と2番手のドライバー吉川選手を引き離し出しました。トップはカーナンバー3番若林選手、2番手カーナンバー23番の吉川選手、美濃選手カーナンバー30番の美濃選手は現在3番手、吉川選手の動きを引き離しました。向上のタッチストレートをトップグループに進みました。まあ、シングルランキング現在3位の相田選手は6番手を走行していますね。相田選手は6番手を走行しています。というのも非常に近いところがあるんで、有効になるとどうかな。いやこれちょっとしっかりと細かい計算しないとわからないので、まあ、これはレース後の集中結果を楽しみにしましょう。さあタッチトロを開けてください。さあここで石谷選手、スピードランクトップの石谷選手がマシンを止めてしまいました。あー最終戦法、なんか僕もね、一度やったんですごくこうあのね気持ち悔しいですよね。まあ、これもレースなんです。こういうのを全てが揃わないとやれないんですね。そしてトップが入れ替わっていますが、再び若林選手がトップで6コーナーで勝ちました。さあ白くに立ち上がっているが吉川選手ここは入りきれない。吉川選手が一度仕掛けたが、ちょっとですね、少しドライビング、ちょっと重心が出てきたかなといったところです。疲れるんです、スタートって。おじさんたちには辛いんです。辛いけど頑張りましょうよ、決勝ヒート。さあ、現在、9周から10周目、現在10周目を走行中です。美濃選手が2番手に上がってきた。美濃選手が隙をついて上がってきた。さらに、真原選手だ。真原選手も上がってきた。さあ、このね、前のドライバーの乱れを、気をついてきましたね。美濃選手、真原選手上がってきた。さあ現在トップはカーナンバー3番若林選手、2番手に上がってきたのはカーナンバー3番美濃選手。さあ美濃選手は6番手から現在2番手まで上がってきた。いやもう3コーナー4コーナーもうかなり暗くなってきましたね。膝投げてかなり暗くなってきました。さあ真原選手が行く、真原選手が行く。真原選手のペースが速いですね。非常に速い。ラインが交錯する、ラインが交錯する。どうやらペース的には美濃選手より真原選手か。さあ現在3番手を振る真原選手がペースは速そうだ。さあトップのですねカーナンバー3番の若林選手はですねじわじわりと逃げ切りモードを形成している。現在12周目トップカーナンバー3番若林選手、2番手カーナンバー30番美濃選手、そして3番手にカーナンバー44番真原選手と出ています。さあ4番手にはカーナンバー23番吉川選手、5番手にカーナンバー6番山下選手となっています。
このね、美濃選手とマーナ選手のライン取りが非常にやっぱりラインの取り方が違うので、マーナ選手がね、どこで仕掛けようかなというね、タイミングがちょっと難しそうですね。もうどこかで行きたいという感じがね、この走りにも現れています。残り10回も少ないですからね、なんとしてもマーナ選手そろそろ前に出たいでしょう。当然狙うのは優勝ですからね、当然狙うのは優勝ですから、どこかのタイミングそろそろ前に出て、なんとかトップ追いつきたいなというタイミングではないでしょうか。さあ、逃げる伊藤選手、追うマーナ選手、この2番手争い注目ですよ。さあ、現在14周目、残りは2周を切ってきました、2周を切ってきました。パンサークラス決勝ヒート、まもなくファイナルラップを迎えようとしています。さあ、ファイナルラップ、カーナンバー3番の若林選手からファイナルラップに入ってきました。ファイナルラップ、2番手争いに動きが出るのか。さあ、守る美濃、追う真原、この両選手の攻防戦だ。さあ、少し間隔が開いた。さあ、そして若林選手に迫る勢いだ。美濃選手のペースが上がってきたが、ここはちょっとね、時間切れか。さあ、若林選手が帰ってきた。今年は長かった若林選手、カーナンバー30番、伊野選手、3番手にはカーナンバー44番、真原修選手、4番手にカーナンバー23番、吉川選手、5番手にカーナンバー6番、山下選手と続きました。お疲れ様でした。